リングフィットのやつ参戦しそう感ないですか。おい、ピットリが DLC じゃないから参戦していいけど、ピットリが DLC で来るようなもんでしょ。それちょっと嫌じゃない。こんなこと言ってあれなんだろうけど、それちょっと嫌だな。予想外だったとしても。どっちとは対話したらダメなのでマシンになります。ラゴさんコンです。つうか前々から言ってたんですけど、とうとうゲッチ使いの人もパルテナやっぱゴブダバみたいな相性表上げてませんでした。コメント見ながらようできないな。初めにあんまやってないっていうのはあるんですけど、とうとう上げてたよね、そういう相性表。スマブラ面白そう。反則活動できるよ、ね、ちなみに。全然クエヌ当たんねえからな、そもそもゲッチの場合。クエヌとクエヌ勝ち合ったら向こうのクエヌ勝つし。生きれば OK。 生きて
俺は2分間逃げれば OK だね。これはテンガリ？もう無理だ。あくまでタイムアップで勝ちに行きます。普段からね、こういうじりじりした戦いをやっていかないと大会では勝てないらしい。やべ、死んだ。緊張してきた。お互い様か。何だろう、どっちじゃなかったらこんな立ち回りせんけど、よっぽどの飛び道具がんまちじゃないかぎり。あれってのはこういう立ち回りじゃねえし、強いの強いのはね、こういう DA をゴリゴリ触れる感じ。これは弱いからいい。これは最悪のくらいだな。正しいプレイにしてるからな。しょうがない、これゲチと対話したら負けるから。会話をしないのがベスト。アンチコミと一緒ではないか。アンチコミは消す。これはマッチングしちゃったらしょうがないから、あ、そうだねそうだねっていう感じで会話を聞き流す。わかるわかる。決して意見交換をしないのが大事。
どんだけ殴られても最後は無視する。3月1日のシノビズムの配信は僕は前スマ行ってるので出ません。あ、下手くそ。こんなグランドファイナルだったら嫌や。いやでもさ、内容は違うけどレオマイスターもやってることはこういう対話拒否だと思うけど。相手の馬券はね、あんま別に立ち回り振る必要ないっす。弱いと飛び道具じゃないもんね、こいつは立ち回り。残り2分、テレポート選手権も大詰めです。対話してきない。いや向こうがね懇願してる。頼むからちょっと俺の話聞いてくれないっていうのをちょっとひしひしと感じてるから、情が湧いてきて。なんでや、ちょっと待って、これで死ぬのない。いい、やー今握手しちゃったよな。完全に握手しに行った自分から。回収しましょうか。